こんにちは。はい、またあっちゃん。はい。ね、よろしくお願いします。まあシーズンも終わり、はい、ね、いろいろ終わっていってるプロ野球、まあドラフトも終わりということで、まあセリーグを見たときに、はい、総括としたらどんなことが言える？総括としたら、やっぱりジャイアンツは強かったなということです、ね。予想通りだった。まあ、あの、原監督になって、やっぱりこう、まあ、チームが変わったなというふうな印象。まあ、コーチも変わったしな。うん、まあ、あと、まあ、丸というね、あの、まあ、中心選手が入ってきて、やっぱり、層の厚さというかね、は感じましたね。あと、まあ、安倍が引退するという年に、やっぱりこう、最後、こう、ぐっとこう、一致団結したというような感じですね。そう。はい。まあ、一球団ずつちょっと振り返っていきたいと思うんだけど、はい、まずは、まあ、じゃあ話のついでに巨人からいくか、はい、頭から、はい、優勝巨人、はい、総括してもらうと、はい、どんな感じ、どんな感じと今言った感じであってあ、まあ、それだけでいいよあの戦力的には、うん、ちょっとこう菅野がやっぱ良くなかったですね、うん、その分も山口が頑張ったところがあると思うんですよ。 あと中川がやっぱり人に持ってこられて、頑張り、まあ、田口が中継ぎになって頑張り、その辺のうまくこう、でも桜井もさ、なんだかんだって言って10勝近く勝って、苦しい時に頑張りましたよね。そうだよな、最後のあのクライマックスの3つ四死球で、うん、少しなんかイメージ悪いですけ けどめちゃくちゃ頑張ったと思います。頑張ったよな。野手はやっぱり丸が入ったのが大きいじゃないですか。あ、やっぱりその丸、坂本、ね、岡本と並ぶところっていうのはやっぱ相手にとっては脅威だったですね。あの激しく動かしたよね、原監督が。で、あの選手登録中2軍も合わせて3人ぐらいしか野手とかだったらあの登録しなかったらしいよ。ほぼなんか上に上げてちょっとでも経験させて、それでこう使っていったという。あの育成で左バッターの、県大高崎が入った左の子もね、試合が登録してすごいバッティングだけはいい子がね、いい選手がやっぱりやったり、すごくそういう面では入れ替えも激しかったし、まあセカンドの吉川っていうのはね、怪我したところでうまいことこのヨナ選手をでカバーしましたよね。回していったよね。あとやっぱ坂本が40本打ったけど、巨人の右バッターではあの長い歴史の中で初めてでしょ。そうそうそう、それはすごいですよ。いや、それもショートだよ。いや、そうなんですよ、それがすごいです。長嶋さんも原さんもできなかったことを坂本がやったわけですからね。まあ、強かったと、ね、逆に課題ってあるんですか、巨人って 来シーズンに向けての。ピッチャーじゃない、やっぱピッチャーだよな。ちょっと先発の頭数と抑えの一人ですよね、はい、が決まらなかったかなというのは感じますけどね、うんうん。まあデラロさんがちょっと最後安定感最後ちょっと あったけどね、はい、あったけど、まあ菅野がこれ先発でピシッと普段通りにやっとけば、そういう印象もないんだろうけど、やっぱ金属疲労だとかいろんなことを起こしてきてるから、まあ、原監督に言わしてみると、いや、先発はいるよって、頭数はいるよって、いることはねっていう話をするんだけどさ、だからまあそこら辺 の強度の差だね、はい、2位、DeNA。ここ DeNA は、あの個々の力はあると思ったんですけど、そのやっぱチームとしてどうかなと思ったんですよ。まあ、僕は申し訳ないですが、5位にしてたんですけど、2位、3位、4位って、本当、紙一重のところだと思うんですよ。逆に中日までもチャンスがあったわけでね、その辺はやっぱりその横浜スタジアムっていうホームの利を生かしたね、やっぱりホームラン長打でやっぱり試合を決めれるっていうところがやっぱ DeNA の強さと、今永がやっぱり今年は少しあの一本立ちしたというんです。そうだな、まあ地元の利を生かした攻撃型の打順を組めたということだよね、はい、やっぱりそのやっぱり飛び道具というかホームランで試合を決めれる、流れを変えれるっていうところがやっぱ DeNA のこう強さだったかなと思いますね、うん。ただたまたま感があったよね。いや、ここでやっぱ OB としてね。いやいやいや、たまたまっていうのはなかなか続かないんだよ、安定して。はい、だからみんなが調子いい時は、まあ、圧倒的に勝っていくけど、うん、でもここ1点欲しいって言った時にホームランをずっと待たなきゃいけない試合があったりだとかしたよね。だから まあ、そこら辺だよな。そうですね、うん。課題は、まあ、今回筒香がメジャーに行ってしまうという噂もありますし、あの中心バッター4人はもう司会してたわけじゃないですか、うん、でまあ筒香が抜ける、まあ、そういう中でやっぱり、それに続く選手が、うん、まあ、どういう選手が出てくるかという、うん、あとまあ今年伊藤が少しキャッチャーとしてねしっかりしてきたんで、うん、キャッチャーと思いますね、う
はい、あとやっぱセンターラインがちょっと弱いような気がするんだよね。まあでもね、これは どこのチームも今年の野球見てましたら、やっぱセンターラインが怪我した、例えばヤクルトにしてもそうだし、決まらなかったチームってのは苦労しましたね。いや、外が強力に強いだけです。ああ、だから余計めっちゃ目立つ。だから余計に、だから今年ドラフトされた森君に期待したいよね。そうですね。はい、阪神。阪神はまあ、ね、私が最下位になったんで、3位までになったって、特に最後の追い上げな、ピッチャー陣の踏ん張り、特にその中継ぎの以降のピッチャー陣のやっぱり最後の踏ん張りってのはもう驚異的な、強力なやっぱり投手陣ですね。まあ先ほど言ったホームの利用、甲子園というピッチャー有利のところでもやっぱりホームランがなかなか出ないというので、最後こう相手を刺したというかね、離さで刺しましたね。まあでも甲子園はピッチャーが育つね。僕らはまあ、ミーティングしても、例えば横浜スタジアムとか、相手チーム東京ドーム、ヤクルトの神宮とかと甲子園というのは全く配球が変わってくるんですよ。違うな。特に左バッターなんかバンバンインコースに来るし、なかなかホームランが出ないんで、だからそういうのはもうやっぱりこう、まあ、左右したのかなと思いますけど。だから甲子園ではピッチャーが育ち、はい、横浜ではバッターが育つって言われてる。面白いですね。だからやっぱこう打って響くのは横浜スタジアム、打っても響かないのが甲子園球場。だからその分ピッチャーが育つというふうに言われてるんだけど、はい、課題は何だ。打撃陣ですよね。やっぱここのレベルアップだよな。まあ、僕もやらせていただいて、やっぱりこう難しいですよ、うん、甲子園っていうのは。甲子園でそのやっぱホームランバッターというの、特にまあ左は無理ですよ。右で育てようとするのは右しかなかなか育たないと思うんで、課題はもう甲子園を狭くすることですよ。ラッキーゾーンを作る。僕も来るしかないんですよ。まあメジャーなんか左右対称じゃないんだから、ライトだけでもね、少しつけたら僕は面白いんじゃないかなと思いますね。それは阪神に優位に働く、まあ、ピッチャーがいいだけに、ね。まあ、ソフトバンクもロッテも球場狭くして、もちろん向こうにもホームラン出る確率が増えてきますけど、絶対うちの方が、まあ、試合を、まあ、するわけじゃないですか。でやっぱり点入った方が面白いですよね。まあそりゃそう。俺も点入んなかったら辛いですよ。まあバッティングコーチはな。いや本当に確かにそれは嫌だ。もちろんその打者を育てることが一番というであればね、育つようなそういうふうなスタジアムの環境だよ、ね、環境を少し変えてあげるのも一つ思いますね。まあここのレベルアップすれば、またさらに阪神も強くなっていくと思うけどね。まあピッチャーがいいだけに。昨年はあと守りひどかったですね。101巻に守備コーチされてましたよね。やってた。だからもちろん守備ってほとんどその記録につかないエラーも結構あるじゃないですか。ヒットになったりっていう中での、あれだけエラーしてね、やっぱりこれだけ勝ってきたっていうのはよっぽどピッチャー頑張ったんですよ。そうだよな。へこたれなかったっていうことだよね。だから、まあ、本当にまあ、ジョンソンっていうのがね、中継ぎに入って藤川球児が復活して、あとまあ岩崎にしても、ね、いろいろ森谷にしても、島本にしてもね、本当にいろいろな選手が、成長しましたよね。頑張ったな。本当な。あとは野手だね。じゃあ、そうですね。はい。広島。カープはやっぱり丸が抜けたっていうのも大きいですけど、やっぱり3年間その頑張ってきたピッチャー陣の金属疲労が出たのかなと思いますね。まあ後ろで言ったら中崎、一岡、まああの辺もそうですし、まあ野村にしてもそうだし、まあ岡田っていうピッチャーもそうだし、やっぱり。1枚2枚かけるとなかなかそのやっぱり中心がかけると難しいなっていうのもつくづく感じましたね。監督が変わったじゃない。はい。それに期待することってある。さそうか。まあセ・リーグはね、ヤクルトもそうですけど、ピッチャー出身の方が監督になられたんで、まあどういう野球をされるのかなっていうのは見ものというかね。ショートの田中がね、ちょっと怪我もあったりして、なかなか満足いくシーズンが遅れなかったと思うんですけど、まあそこに小園というのがね、入ってきましたんで、豊さんさっき言われてるそのセンターラインという部分では、来年はどういうふうな競争があるのかなっていうのが、僕注目してますけど。菊池がひょっとしたら抜ける可能性があるよね。まあそうなれば、またいろいろコンバートがあるかも分かりませんしね、まあトレードがあるかも分かりませんし、まあセンターラインは大事だってところですね。まあでも、来年も強いっちゃ強いよね。バランスはやっぱりいいと思いますよ。バランスはいいよね。その選手は故障なく、万全とか普通にやれば、やっぱり戦力が整ってると思うんですね。そうだよね。はい。はい。
じゃあ中日。中日は今年一番頑張ったんじゃないですかね。うん、僕は申し訳ないですが、最下位に予想してたんですけど、うん、まずシーズンのエラーが一番少ない。40個ぐらいでした。そうそうそう、やっぱりビシエドっていうのを軸にね、まあ、大島が安定してる。まあ、怪我あったけど平田もまあ安定していて、うん、京田がいて、今年はマスター。マスターでしたっけ、何でしたっけ、あ、安倍ね、マスター、マスター、うん、マスターが今年は、働きしましたね、安定してたな、いや頑張ったよ、いいとこでやっぱり打ちましたよね、うん、でまあセカンドっていうところで、まあちょっとあれの時はドノベが入ったりして、うん、まあホームランも8本か、うん、裏打ちましたよね、うん、でここも課題はキャッチャーじゃないですか、ピッチャーもそいいのいますよ、うん、育ってきてるよ、はい、柳が今年ね、まあ、頑張ったり大野が復活したり、うん、まあ、ビシエドっていう中心で安定してるんで、まあ最後福田っていう、福田がまたね、いいところで打ったり。いや、福田も勝負強いよ。僕、福田っていう選手はね、いつも僕らビジターで行くと、彼去年はサードを守ったんですけど、奈良コーチ一生懸命こうノックを受けてるんですよ。彼の姿を見てね、なんかこう、心打たれる守備練習の仕方でした、うん、とにかく一生懸命。ひたむきにね、本当にしっかり取って投げるというね、サードのやっぱり基本をね、いつもその練習してましたよ。あとまあ高橋周平ね。そう。掴んだね。遅いぐらいですか、ね、遅いぐらいだけどもう掴んだね。いや、と思います。うん、ちょっとこうヘッド入ったの、ヘッドをね、うん、少しこう角度を変えて、そうそう、長打はちょっと減りましたけど、うん、確率というのはかなり上がりましたね。でも名古屋ドームでさ、長打を打とうと思っても、うん、結構無理だもんな、あそこも。広いでしょ。広い。なあ。広い。で、傾斜がた、きついし、硬いんで、ね、あそこはピッチャーがちょっと球速が2、3キロマストと言われてる球場ですから、うん、あそこではなかなか打てないです。来年ドームも強いですよ。でも楽しみだと思います。俺は確実に強くなっていってる、ね。俺 A クラスになるって。伸びしろがあるじゃないですか。あ、ある。でもそうやって僕たちでやったらさ、そうやって考えてやるんだけど、怪我人が出たりね。まあまあ確かに。外国人と契約がもつれていなくなる。そう、ありますね。そういうのはあるからね。そういう点では森さんの今年対談されて、うん、森さんが連れてきた外国人がどうなるかっていうのもそうだな、ね、うん。楽しみだね、はい、これも。はい、最後ヤクルト。もうヤクルトは、まあ、監督も変わりまして、うん、まあ奥川引いたんでね。まあ投手陣ですよ。でさっき言ったもうショート。そして西浦っていうのが、怪我でいなかったんで、いろんな選手を入れ替わり立ち代わり、起用しましたけど、なかなかやっぱり安定してできなかったことが、まあ、ちょっと今年の低迷というか、防御率 4.78 ですからね。5点取らなきゃ勝てないと。ただまあ、神宮はね、神宮は仕方ないところもありますよ。まあ確かにな。いや、狭いんだよ。風もいいし、はい、入りやすいんだよ。だから後押しにとっては嫌だってこと。そう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 。でね、傾斜もあんまりないんですよ。はい、ちょっとマウンドの、だから投げにくいっていうピッチャー多いです。でもバレンティンの動向も気になる。国内、まあ、日本人選手扱いにあるんで、扱いになって FA 取得したって。ただセリーグ特には、まあまあ、名古屋とか甲子園広い球場ではちょっと守備に不安がありますよね。いや、そりゃそうだよな。で、バレンティンの魅力はホームランじゃないですか、うん、ということであれば狭い球場の方が魅力はありますから、ね、いや、そりゃそうだよね。まあ来年は課題、いや、もうピッチャーですよ。ピッチャーですよ、うん、とショート。そうそうだな、はい。まあ広岡が最後なんかちょっと力を見せたけど、春先全然だったけどね。41か2でしたっけ。42の0か41の0まで行きました。ああ、行ったな。それでそこで単身がなんか同じぐらい行ったりって言われててね、単身も怒ってましたけどね。あ、そう。そんなことあったから。単身もなんかそれぐらい行ったらしいですよ。ムッとしてた。やっぱり、ね、な出されることがやっぱ彼もやっぱり心外だったりして。いや、ですよね。迷宮街ですからね。まあ確かにね、うん。はい。セ・リーグを振り返りました。